若いってすごいなって思ったことはありませんか？はい、こんばんは。小室由里の夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組は、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。いやー、若いってねすごいなって、まあまあたくさんのところで私たち大人たちはそれを感じているんですけれども、先日ね、聞いて、あのね、先日世界性の健康デーという、まあ、性の健康を考える週がちょうど先週だったんですけれども、東京大会が行われて、そこに参加してきたんです。まあ、毎年参加してるんですけれどもね、ここに若えってすげえって思う子たちがいて、どんな子たちがいたかっていうと、現役の男子高校生がガチで痴漢防止を考えるっていうプロジェクトを立ち上げて、キーホルダーを作り、のぼりを作り、そして現在クラウドファンディングをやっている。すごくない？いや、もう姉さんびっくりだね。私も痴漢防止とか痴漢抑止とかそういう活動をしておりましたが、主にこれを取り組まれる性別、まあ、セックスですよね、を考えると、やっぱり被害者に今までなりやすかった女性が声を上げて立ち上がって中心になって動いてきたっていう、このスタイル、このデフォルトから男子高校生が主体的自発的に痴漢防止に乗り出したって、これすごい社会変化だなって思って見てたんです。で、なんでこの活動を始めたのって聞いたら、3人の男の子でやってるんですけどね、3人のうちのお一人の男子学生さんが、自分の目の前で痴漢行為が行われていたのに、自分はやっぱり声が上げられなくて何もできなかった、不甲斐なかった、こんなんじゃ社会良くならないと思ってこのプロジェクトを立ち上げましたって、ざっくり今説明してますけど、こんなようなことをお話しされてて、いやー、我々の世代の男子高校生がこれを思ったかっていうと、思ったけど行動に起こせなかったっていう社会背景ってあったんだろうな、そう思ったとしても、それを行動に起こすことで周りにどう言われるかなとか、恥ずかしいなとか、いや、その思いが悪いとかそういう話ではなく、まあ、時代は変わったっていうことを体感してきた、そんな先週でした。いや、このプロジェクトね、本当応援したいなと思って、近いうちこの男子高校生ゲストで呼ぶんで、楽しみにしててください。はい、もうお約束も取ってるんでね、楽しみに待っていてほしいなと思います。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室由里的サプリ論。ご好評いただいております書籍、小室由里の結婚が幸せになるためのバイブル、こちらから一部をピックアップしてご案内、そしてご説明を、こちらから一部ピックアップをしていきたいと思います。結婚はするだけじゃ幸せにならないんだよ、行動がないとダメなんだよ。そして毎月2週目は探偵サプリ、現役探偵の若梅秀隆さんご登場です。
今月は現役探偵でも調査が難しかったというベスト3をご紹介くださいます。このコーナーもありますよ。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による週末の占いサプリ、テーマは十五夜、お団子ですね、お月見ですね、うさぎさんですね。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのご相談、そっと送っておいてくださいね。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子プレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com です。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今週はご好評いただいております小室ゆり著書の書籍、小室ゆりの結婚が幸せになるためのバイブル、こちらからご紹介していきたいと思います。第2章、したいけどセックスできないのはどうしたらいい、ここからの設問です。セックスは挿入で快感を得るものではないのですか。多くの方がね、こういうふうに思われてきたと思うんですけれども、狭い意味で考えていくと、セックスは男性器を女性器に挿入して射精をすることとなると思うんですけれども、もうちょっと視座を高く、そして視野を広くしていくと、性的欲求を満たして快感を得るものと考えられます。じゃあ具体的に性的欲求って何なんでしょう。したいってどういうこと、じゃあ快感ってどういうこと。性的欲求って分かりやすく表現するならば、それは触りたいということになるのかなと思うんですね。体の一部を触れ合わせたいと願うことだと思うんです。ただね、これ好意持ってない人に触れられた、または触れたところで何も感じないし、場合によってはセクハラですとなりますよね。好きな人とだったら触れ合いたい、肌と肌を触れ合わせたい、これが性欲の入り口なんじゃないかなと私は思うんですね。で、じゃあどうやって触れていったらいいの、でこれもよく質問で出るんですけれども、まあ、お互い最終的に幸せだと思えたならば、順番ってそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、セオリーと言いますかね、相手に嫌悪感を抱かせない順番があるとすればですよ。髪の毛から額から頬、首筋、唇、そして上から下、これがまあ相手に嫌悪感を抱かせない、そして安心感を感じてもらえるような順番になっていくのかなと。ただね、この時に気をつけてもらいたいのが同意を取っていくこと。この同意って触ってもいいですかという、こちらの同意というよりかは、嫌だったら教えてね、嫌だったら言ってもいいんだよ、つまりノーという同意を取ってもいいんだよ。イエスばっかりが同意じゃないんですよね。ノーを受け止め合うこともこれ同意じゃないですか。嫌なんです、あ、嫌なんだね、同意取れたよね。こういう同意の取り方というものも、パートナーシップを健全に、そしてポジティブに築いていくためにはとても必要なことなんじゃないかなと思いますね。で、
ここも勘違いしてほしくないのが、射精する、オーガズムを体感する、これができないとセックスとしては未完成、失敗、つまりダメなセックスだと思う方も非常に多いんですけれども、これは全くもって違いますよ。それは作り上げられた既成概念ですよということを声を大にしてお伝えしております。もうね、大げさに言えば挿入なんかしなくても肌と肌が触れ合って、強いて言えば手をつないでいるだけでも私たち幸せだよねと感じ合って、それを表現できるならば、それでセックスはすでに完結しているのではないかなと思うんです。この本の中でお伝えしているのは、セックスイコール挿入とかセックスイコール射精、オーガズムというこの狭いところで考えてしまうと、いずれはセックスレスになり、それがもしかしたら相手への性の強要にもなるかもしれないし、もしかしたら婚外恋愛に発展するかもしれないよ、というようなことを書かせていただいております。ご興味寄せていただきましたら、 Amazon にて小室由里結婚、小室由里結婚検索してみてください。そしてポチッとしてください。よろしくお願いします。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのはMJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。今月は探偵さんでもこの調査は難しかったなというベスト3をお教えくださるそうですよ。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は浮気の証拠が取りづらかったベスト3を発表したいと思います。やはり浮気調査を行ってですね、長年やってますと、まあ非常にこれ苦労して浮気の証拠を取ったなっていう現場なんかもありますので、まあ、そういったのを今回発表していきたいと思います。まあ、この取りづらかったベスト3といえば、逆に言えばですね、探偵に浮気の証拠を取られない方向になるかもしれませんが、まあ、そこは参考程度に聞いていただければと思います。では第3位から、
第3位、勤務先内での浮気。意外とこれあるんですけども、勤務先の中でどうも浮気をしているっていう調査内容になるんですけれども、他の外では一切会わなかったりとか、まあそういった行為をするのがどうも勤務先だったと。で、この勤務先の中までやはり調査するっていうことができないんですけれども、まあ、その現場はですね、まあちょっとしたまあ工場みたいなとこだったんですが、工場やちょっと事務所があるとこ、そこに二人っきりになった時に、どうもそういった行為が始まっていると。ねえ、まあ外からはなかなか見えないんですけれども、ちょっと近づいてみると、ドア越しにですね、まあその行為をしている声が聞こえてたので、まあそういった声を音声を録音したりとか、あとはもう二人っきりでずっと長時間ですね、いるっていう証拠を取って、まあそれを、まあ依頼者様に報告したというような内容になります。で、第2位、出張からの浮気。出張族っていうのがやはりいまして、まあ常に出張、まあ何日かもかけて行うような旦那さんだったんですけれども、まあそのどうも出張先から出張があるんじゃないかということで、まず1回目の出張はちゃんと本当に行くんですよね。まあ実際そこは仙台とかそちらの方だったんですけども、そちらの方で仕事をして、で、そこから1日で終わらせて、そこから今度、もう九州の方とかに飛ぶんです。で、実はその九州の方に浮気相手がいまして、まあ新幹線と飛行機とかを乗り継ぎながら、まあ、九州に着いた時にレンタカーを借りて、で、そのまま女性宅に入ってしまうと。で、女性宅の方、まあ、宿泊を取って、まあ、出張が嘘になりますので、まあ、そこで2泊ぐらいして、で、そこから帰ると。で、女性宅の方は追われていますので、まあ、女性の方のですね、接触の時の写真とか、あとは何をしている人なのかっていうのを撮って、まあ、長時間のですね、まあ、長距離の浮気調査になったと。いう内容です。で、第1位、富裕層の運転手付きの調査になります。まあ、富裕層の方ですと、運転手付きのベンツとかに乗って、まあ、社長とかになりますから、もう時間が自由でいつ動くかわからないと。で、その運転手付きの車をずっとマークするには、やはりバイクとか車の連携を取りながら何日も追っかけることになるんですけど、まあ、プライベートでは、フェラーリであったり、ロールスロイスを、また自宅のマンションじゃなく、ホテルの地下駐車場とかに、まあ置いといてるんですよね。で、そういったのに乗り換えとかもしたながら、まあそれを全部追っかけていくんですけども、最終的にはですね、まあその男性がですね、まあ自分の自家用車に乗って、まあホテルの方にまず一人でチェックインして、で、鍵をもらって、で、その鍵を、まあ、浮気相手のどこかの仕事か何かで渡して、で、結果ですね、別々に入っていくという感じで、もうすでに鍵を女性に渡しといて、後から合流するっていう非常に複雑な調査でした。で、このような調査もですね、まあ、難解な調査も MJ リサーチでは、まあ、時間をかけながら、本当に証拠が取れるまでしっかり尾行していく体制を取れているので、まあ、この難解な調査でも結果が取れると。いうような内容になってます。で、今回は浮気の証拠が取りづらかったベスト3をお話をさせていただきました。このような内容をですね、ちょっと参考にするっていうのはなかなか難しいとは思うんですが、やはり浮気をしたらですね、自分たちに調査依頼あればしっかり証拠は取っていきますので、まあ、覚悟していってください。調査のご相談は MJ リサーチで検索、また MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。まあ、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。覚悟しておきましょう。いや、私の話じゃないですよ。MJ リサーチさんのような調査体制がしっかりと取れているところだと、ここまでやるのかと。ね、3つ挙げていただきましたけど、どうやってそれ調べるの、どこまでついていくのって、もう素人感覚じゃ全然わからないところまで調査できるよというのが探偵さんのすごいところなんですね。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は
MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもどうぞご覧ください。踊れ踊れ私の占いサブリ、DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。テーマは十五夜です。なんだか言ってるだけでセクシーですね。さあそれではセクシーにお月見しよ。おひつじ座、十五夜って何すればいいんだっけ？とりあえず隣に来てくれる？おうし座、あなたの串団子奥まで加えてもおいしいの。ミルクあんまでいただくわ。双子座、お月見パーティーはうさぎのコスプレに決まりね。こら、尻尾は後ろでしょ。ガニ座、栗なずきってあるらしいのよね。やだちょっと、何を想像したの？エッチ。獅子座、月が綺麗ですね。じゃなくて、私を見てよ。太陽より熱くさせちゃうから。乙女座、すすきを飾るならもっと細い花瓶にしてくれる？太いのはあなたのだけで十分だもの。天秤座、月見酒って聞いていたのに、私の二つも満月目当てだなんて。お供え物が楽しみね。サソリ座、お団子15個は食べきれないけど、あなたの2つのお団子はずっと食べれちゃうから不思議よね。いて座、南アメリカには月にワニがいるように見えるんですって。ワニみたいにあなたにガブってしちゃおうかな。ヤギ座、せっかく稲を飾ろうと思っていたのに、フェザータッチするならあなたのその手でお願いね。水亀座、宇宙旅行に行けばいつでもお月見できるわね。あなたのロケットの燃料持つといいんだけれど。魚座、満月に泳ぐのは私たち二人きりなのかしら。シーツで溺れるぐらい楽しませて。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。蓮華先生、なかなかキーワードが
端的になってまいりましたね。小室よりガンガンアレンジメントしてまいります。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。さあ、キンキーチャプター始動しておりますよ。小室ゆりが率いるバンドキンキーチャプターのライブ情報です。10月27日日曜日、場所は東高円寺にありますロサンゼルスクラブにてライブやります。そして年内はもう一回予定をしておりまして、12月の13日金曜日、こちらは東京は渋谷にありますライブハウスラママにて開催いたします。8月にも立たせていただきました氏神一幡さんのセレクションライブにて歌わせていただきます。どちらも50代に懐かしい、そして嬉しい夏目ロックをお届けする予定です。ぜひお足を運んでくださいね。小室ゆりと懐かしい時間を過ごしませんか。小室ゆり率いるキンキーチャプター、夏目ロックがお好きなあなたとお会いできますことを楽しみにしております。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス、毎週土曜日の朝7時は小室ゆりと爽やかな朝を過ごしませんか。マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスのお話を伺っております。夜サプリ、そしてキンキーチャプターボーカル小室ゆりとは違う一面をお楽しみください。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ薬務庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。嬉しい恋が積もれば、恋をせぬ昔が帰って恋しかろ。日本の小説家夏目漱石の名言です。恋愛経験を積むと、恋愛をしていなかったあの頃が懐かしくてキュンとなる時もありますが、その分自分の人間性に深みが増しているものですよね。嬉しい、楽しい、苦しい、寂しい、たくさんの感情を経験していきましょう。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私は生まれた、この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなた。